はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。こんにちは、欲しいんだね、ピューピュー。はい、そんなわけでね、今回は楽天モバイルの話題になります。楽天ハンドの不平等ばらまきについてね、たくさん多くの方からコメントをいただいております。これが、まあ、フィッシング詐欺とね、告示しているために、本気にしたかったとかね、まあ、そういう意見が一件初め来て、あはは、それじゃねえって思ったんだけど、いや意外と結構多かった。で、まあ、ちょっと最初ね、紹介からいきましょうね。まず最初このね、鬼鬼さんから、おじいね、これ面白かったんだよね。昨日18時25分頃まだ間に合ったんだよね、21時までにメール来ましたが、フィッシング詐欺だと思ってタイトル見て無視しました。ほんまのメールなら応募したのにと後悔しました。で、だから、フィッシング詐欺だと思ってしまったから応募しなかった。ね。で、コムさん、ね。まあ自分も受け取ったとしてもフィッシングだと思って警戒してたろうな。まあ、第一番ブラザーズが言ってますね。負けないこと、死ぬこと、それが一番大事。信じ抜いたら競争に負けずゲットできてきましたね。でも競争に負けずにツイッターで応募してえらい目に乗っ取られる人結構多いよね。でもね、だから元気なおじいのチャンネルを登録して、でがっつり毎日チェックして見てるね。これがもう石橋をつついて渡るね、これですね。で、まあおじいの動画見てからじゃ、おじいの動画見てが見たんでもう終わったんじゃないかっていうね。そうなった場合はどうするのね。だからおじいが徹底的に皆さんのその悔しい気持ちをね、300倍返したにして、こうして動画で訴えてるわけじゃん。なんてことしてくれるんだっていうね、こんな感じでね、皆さんの恨みつらみを元気なおじいがね、しっかりと受け止めて多くの動画にしてるじゃありませんか。これはね、おじいさん、楽天モバイルがあんなタイトルでメール送るから、私は詐欺だと思って申し込みしなかったんです。もしこれが本当のメールだって分かっていたら、私も応募していたのに悔しゅうございます。この恨み晴らしておくんなさいまし。泣け出しのピヨピヨコイン、ピヨンピヨン、これが私の人財産でございます。恨み晴らしておくんなさいまし。ピロリン、ピヨ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 ピルリン、ディディディン、さあお前ら死ぬ姿やつが重なった、ディ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 、あ、グヘヘヘがいない、正義の味方のグヘヘヘがいないんだけどね。おい、グヘヘ、おい、楽天パンダやっつけてくれよ。あれ、どこにもいないでしょ。おい、誰か正義の味方どっかにいない、おい、正義の味方いねえかな。正義の味方ね、ちょっと最近いなくなっちゃったんだ。正義の味方ね、ちょっと待って、正義の味方、よしよし、正義の味方、よしよし、ね、正義の味方やってきましたね。わら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 、早めがしたい、ヒキキキキキパカランパカラン、デンデケデンデケデンデケ、パカラン、ヒキーン、パカラン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 、えいえいえい、お前か、悪いことしてた、ベッ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 、なんだお前は、ぶっかたぶっ、わーノーデム、ノーデム、なんてことするんだ、デンデキデンデキデン、許さねえ、デンデキデン、こっからからから、デンデキデンデキ、うわー、強い。まあいや、こういうチャンネルじゃないからやめとくよ。ね、はい、そんなわけで、次はね、横森さんです。同じです。最初は詐欺だと思いました。ツイッターなどで調べたら、本物と思いました。ほら。ね、誰がどう見ても詐欺メールにしか見えない、フィッシングにしか、ね、はい、ドルメデアさん、ね、フィッシングはよく来ますね、特に PC ハッキングしたから
恥ずかしいものを明かすぞ、ビットコインで払えとか面白いものが多いですね。本当今回もすぐツイッターで検索して偽物じゃないのを確認してエントリーしました、ね、そうだね、偽物なのかどうなのかをまずは検索をするね。来たばっかだったらそういったものがこう自分に来たっていうことは他の人にも絶対に来てるんで、これはね、一人の疑問はみんなの疑問って言ってるように自分だけではないからね。だから自分に来たってことは必ず誰かにも来てるから、そしたら本当にそんな内容があったらバッとこう話題になってるわけだからね、絶対にわかるわけです ね、 ね、まあ、PC ハッキングしたからね、恥ずかしいもの、あ、おじい全然そういうの来たことないよ。 PC に来るの？おじいのところはいつも知らない国の王様が亡くなったからそのとんでもない数千億ドルの財産を あなたにね、なんか一族の会議の結果あなたに、ね、相続してもらうことになりましたっていうね、そういうのしか来ないよ。そうなのね、恥ずかしいものを明かすぞってね、大丈夫ダルメダルさんで、ね、恥ずかしいものを明かされちゃうよ本当ね。今だったらね、今だったらね、まあ、ビットコインで払えとかって、ね、ビットコインはすぐあれだからね、おじいのアマゾンの欲しいものリストからね、ドレッシングかなんか選んで送ってくれればね、勘弁しちゃろうってね、まあ、それぐらいにしておけばいいんだよ。なんでビットコインなんだろうね、本当ね、うん、でせっかくビットコインで払ったはいいけども、その犯人たちがウェーって集まったビットコイン一瞬にしてなんかまたハッキングされてまた盗まれちゃうでしょ。どうせなくなっちゃうでしょ。世界中のなんか持ってた人ビットコインが一緒にして聞いたんじゃないか、なんかなかった、あれビットコインでしょ、違ったっけか、なんかね。はい、リサさん、怪しいメールはタイトルコピペしてツイッター検索かけると同じものが大量に出てくるので一発でフィッシングだと分かりますねってことだよね。そうだね、でもそれをやってる間にもう先着に負けちゃうかもしれない、場合によってはね、うん、はい、ダメダメさんね、1円組ですか、メールに気づいたのは18時半過ぎだったかと、一応詐欺じゃないのをツイッターで確認して速攻エントリーしました、21時には終わったらしいので間に合ってよかったですってことだよね。はい、もう急いで検索してね、よかったね。はい、そんなわけで今回はね、大きな大切なことが見えてきました、ね、このご時世いろんなフィッシング詐欺があるね、ヤマトとか佐川とかアマゾンとか楽天とかね、いろんな詐欺があるね、そんな中ね、タイトルが誰が見てもフィッシングっぽい詐欺っぽいね、そんな内容でなぜ送るんだ、アホちゃうか、ね、で、いちいち本物かどうか調べなければならないようなやり方でなぜそんなタイトルで送るんだ、本当にアホちゃうか、ね、じゃあ元気なおじいだったらどうするんだ、ね、もしこれが産んだとしたら、ね、みんなマイ楽天モバイルとか、ね、楽天リンクとかあるじゃん、何のために楽天リンクでね、毎日これとこれとこれを読んだらポイントくれるとかね、これはこれの募集とか先着とか いろんなのが楽天リンクにあるわけじゃん。そうでしょ、で楽天リンクノーカウントとかこういろいろやってるわけじゃん。でもそこから行ってどうのこうの仕方が別ってなって、だからそういうのもこうね、オフにして見ないっていう人も自分運用の人はいるかもしれないけど、だからこそね、楽天リンクにあそこにみんないろんなものを紐付けしてね、楽天経済圏に要はリンクしてグループ全体で儲ければいいって、その戦略だったんでしょ三木谷会長の。だったら実際にね、楽天リンクを使ってメールとか電話とか活用してる人ね、毎日見れば目につくわけだから、楽天リンクに表示してあげればいいんだよ。どうせフィッシングだと思わないでしょう。会員さんに確実に届く、で実利用してくれてる人に届いてるじゃん。頭を使わないと生きてる間にね、三木谷会長おじいですらピョってこう思うことね、
なんで会長ピョって思わない、最近髪型おかしいって言われたよ視聴者さんに。ねえ昨日の動画知ってる？ねえあいたいた、ここにいた、グヘヘヘ様いたいたいた、こっち片付けちゃったんだけどね。ほんとおじいのとこの三木谷くん、ちょっと待って三木谷くん探しよう。三木谷くんね、ポシェットいたね、ね、三木谷くんね、昨日どこにいたかな、しまってよ。三木谷くんね、ね、三木谷くんね、どっかにいるんだよ、しまってよ、ね、あ、ロプロシいた、ロプロースね、ロプロシいた。三木谷くんね、三木谷くんどこにいたかな、しまってよ。おい三木谷くん、あれ三木谷くん、またどっか行っちゃった。三木谷くんどこ行った、三木谷くん。おい三木谷くん、知らないか、僕は知らないんだよ。これなんだっけ、これお前何、お前獅子丸だっけか、お前なんだっけ。三木谷くん、お前は誰だ、お前は誰だ、お前なんか日曜日のなんか7時半頃か8時頃、なんか翡翠か7時半頃になんかいたような気がするな、君は。君知らないよね、あれどこ行った。おい三木谷くん、三木谷くんどこ行ったね、三木谷くん、三木谷くん知ってるか、ぼわしゃ知らん、まあいいや、わ見たことない、わしゃどこ行ったかな。これはいた、これはいた、昇竜拳ね、これはいた、昨日三木谷にこうね、やっつけたんだよ。これ何、これ気持ち悪い、これこれ何、これ気持ち悪い、めっちゃ気持ち悪い、ドーン。三木谷君どこ行ったんだろう、三木谷君ね、この三木谷君より こっちの方がいいよね、こっちのがいいよね、こっちのがね一般受けすると思うんだけど。三木谷くんどこ行ったんだよ、三木谷くんね、きへへ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 、どこ行ったかな、あ三木谷くんね、どっか行っちゃったよ、三木谷くん、これ違うもんね、これ三木谷くんじゃないもんね、どこ行っちゃったんだろうね。おい三木谷くん、これ何、これ何、これなんか変な気持ち悪いの、これ三木谷くんじゃない、三木谷くんどこ行っちゃったんだろうね、三木谷くん。これはなんだ、これはなんだ、これはなんだ、なんかわかんねえの出てきた、三木谷くん、三木谷くんいねえ、でこれ何、これ何、これ三木谷くんじゃないよね、これね、これ違うよね、これ三木谷くんじゃない、三木谷くんどこ行っちゃった、三木谷くんね消えた、どこ行ったんだろう、あいた。三木谷くん意外とすぐそばにいた。ほら、三木谷くんね。ほら、頭丸めて。ね。みんなにやめなさい。すいません。ね。三木谷くんも反省しております。ほんとね。ね。これ、意外とそばにいた。すぐそばにいた。これね、知ってる？ね。東大元暮らし。ね。ああ、幸せになりたい。ね。幸せになりたい。幸せになれると言われている七色の花をね求めて旅する少女がいましたね。でも最後はどうなったでしょうね、七色の花ね、七色の花を求めて旅をしたけども見つからずにね自宅に帰ってきましたね。ああ見つからなかったわね。そう言って窓からねお庭を見たら七色の花がキラキラ咲いていました。咲いていたの、ね、そうなんです、幸せは意外と身近にあるものなんですよ。
いい話でしょ、いい話でしょね。だから皆さんは今気がついてほしいんです。 YouTube を通してこんなに元気なおじいと身近にいるんです。幸せが身近にあるんです。このチャンネルを見つけた、こんなラッキーなことはないんです。おじいのチャンネルを見れることが幸せなんです。その幸せに気がついていますかね、うん、ルンルンを見ればね、そういうことをね気がつくんだよ。ああこうしてね、毎日おじいの動画を見ながらね、はははははってね見ながらね、ああ幸せだなってね、幸せは歩いてこない、だから再生するんだよね。一日一本うんやね、3日で3本じゃない。おじいはもう昨日も26本かなんか8本くらい作ってるね。1日20本ね、3日で60本ね、1日3日に抑えてね、また50本見るね。人生そういうもんなんだよね。幸せは歩いてこない、ね、だからおじいのチャンネルにアクセスするんだよね。わかったね。はい、わかったよ、いいこと教えてもらったよって方はね、グッドボタン教えてください。ほんだけでね、三木谷君ダメだよ、こんなタイトルでやったらね、次やったらもうさらに丸刈りだからね、本当ここのところ残さないかなって。三木谷君どっか行っちゃったけどね、本当視聴者さん、あ、いたいたいた、ほら三木谷君ね、ちゃんとしっかりやらないと、ここの横に残ったやつ、これも取っちゃうからね、三木谷君ね、ここに残ったやつ、ここも取っちゃうからね。分かった三木谷君、ね、はい、そんなわけでおじいがガツンと言ってくれたからね、悔しかった皆さんね、その恨みね丸坊主にして晴らしてくれましたね。以上です、おじいでした。